皆様お待たせいたしました。ついに私アズマックスポケットモンスターバイオレットの実況やっていこうと思います。で、今回だけちょっとこの冒頭だけねちょっと僕映させていただいたんですけどね、じゃあね早速今からねゲーム画面の方に移っていこうと思います。じゃあまずね、よしと、でまずはね髪型からかな。髪の毛の色、髪の毛はね僕といえば本当はねグリーンとゴールド、まあだいたい7-3、7-3くらいでね僕入ってるんですよ髪の毛なんですけど、あこれ眉毛の色だ、間違えた間違えた。とりあえずねどこだ、どこなんだかな。あこっちだこっちだ、あこれで髪型の設定か、はいはいはい。まずカラーはね、ほいほいほい、でグリーンがこれか、どっちのイメージあります皆さん。グリーンアッシュこれじゃないもんな。じゃあやっぱりそうだな、僕ねゴールドにしても少しあれですアッシュ耳だからどうしよう、いやこれでもないな、やっぱゴールドにしようかな。で髪型はこれ以外かな、いつもの三つはもうなんかさ今回さこれ結構あれよね、髪型がなんか精査ない感じでできるってことで、おお男の子だけどだいぶ女の子っぽい、ああなるほどなるほど、おおなんかすごいなってた。えでこっちは回すのか、うわあすごいこれ、何これ、おー、いやもうこれさあ女の子だねほぼ。またこっちにいくとピクシー型、おーちょっと似てるかな、ほらこの間のピクセル 4L、 あ違う違う、iPhone だ、 iPhone のね時だとちょっと似てるかな、これがポンパドールは、あーはい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 、で2ブロック、あーなるほど、ちなみにね僕の髪型ね実は横はね僕2ブロックなんですよね、レオで全然違うからちょっとこれは違うかなと、あマッシュルーム、おー今回はピクシーカットかな、ね、でじゃあ次ちょっとね顔の方もね見た目の設定で前の色とかね、カラーコンタクト、あーあそっかあれか目の色変えれるのか、それで、あイエローグリーン、ああこれがいいや、じゃあ目はこれにしましょうかね、ほら僕ってほらね、イメージカラーまあゴールドっては言ったんですけど結構ねグリーンのイメージも結構あるってね僕よく言われるんですよ。で、眉はちょっとね、ゴールドにしましょうかね。で、あ、これ、まつげの色だ。あ、こっちだ、眉。いや、でもね、どうしよう。あ、このくらいがいいかな。意外とね、髪と眉って同じ色にするとね、まあ、特に金髪系だとね消えちゃう、まあ、消えるっていうかなんていうんだろうな、あんまねギャルだと眉ない人みたいになっちゃうからね。じゃあよし、じゃあねアズマックスはこの見た目でやっていきますと、まあ、できればねサングラスとかねあれはね即ね買ってやりたいんですけど、おっと、いや入学願書グレープアカデミー言語日本語の名前アズマックス、じゃあこれでスタートしていきます。お登録を完了しました。
このゲームはお任せでぽ、あ、やめよかった。あー、早いよ。お、なにこれ。私立グレープアカデミー。え、あ、私立なんだ。一人一人の個性を大切に未来を切り開く。あ、なんか校長のやつかな、創設者なの。なんか頭すごいな、これ。あ、来た来た。さあ、君もポケットモンスターの世界へ。お、わ、何出るの。あー、映んないんだ。なんか、グレープアカデミー、校長クラブ、あ、校長先生だ。校長先生か。たくさんの自然、豊かな土地が広がるバルデア地方。ここにはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物が数多く暮らしています。ね、ポケモンせ、ね、ゲームでは毎回ね、これ入りますので、ね、お、なんだ。あ、この子知ってる、パモだ。おお、あ、かわいい。めちゃく、ポケモンたちは海や空、街の中、至る所に住んでいて、私たち人間は彼らと助け合い生活しています。あ、共存してるんだ。グレープアカデミーではそんなポケモンのことをもっと深く知るために、なんか生徒の髪型さ、すっごい個性的じゃないこれね。でもなんか見覚えある気がするけど、まあいいや。いろんな地方から人が集まり、何々、みんなで学び合ったり、ポケモントレーナーとしてポケモンを戦わせ共に成長して。おお、あ、待って、これ、この黒のケンタロスじゃない。あ、あれかね、今回のね、ケンタロスね、リージョンがあるっていう話あったけど、あ、これがかっこいいな。で、向こうつってんのはあれかな、手前のはベト、ベトかな。で、さまざまな授業内容で生徒の可能性を引き出します。あ、そっか、今まではね、冒険系だけど今回学校だもんね、完璧。ここは仲間とポケモンと新しい自分いるよね。あ、早い。グレープアカデミーの、入学を心よりお待ちしています。あ、あれだ、紹介ムービーみたいな感じかな。お、なんだ、なんかポケモンだ。あ、ビライドンだ。おお、あ、ここでタイトルなんだ、ポケットモンスターバイオレット。おい、あれか、ビアイロン目線のやつかな。うわー、すげー、目がドット目だ。あれ、おろ、おお、え、待って、落ちたの大丈夫かこれ。え、不時着した。あ、なんだこいつ。え、なんかリーゼントのインコ、なんかすごいのいんな。おお、あ、いた。あ、これが僕か。お、立ち上がる。エースティックね。じゃあ、はい。おー。あ、これで歩けるのか。よいしょ。あ、そうか、オートセーブだから、今もレポート書かれてるのか。じゃあ、おー。あ、てかあれだ、走ったりとかできないのかな、これ。あれだ、こいつ、ホシガリスとグレックルド。あれかな、この主人公、ガラム地方から引っ越してきたかな。で、あ、スイッチ、あ、これあれだ、
僕と同じね、僕のね今使ってるねこのねやつとコントローラーと同じ色だってる。じゃあねちょっとね下行ってみようと思います。よいしょ、あ、ポケモンいた。よいしょ、あ、もうまたレポートかけ、結構細かく書かれるんだね。さあ進んでいきましょう。むちゃりーってわあちっちゃい、あれか、欲しがりすか、欲張りすの進化前か。ほい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 、お、あ、お母さんいた。あ、おはようアズマックスって、あら、もう制服着てるんだ。今日から新しい学校だもんね。まあ新しい学校行くときはね、ワクワクしますよね。ママもとっても楽しみ。一瞬でも行ってきますにはちょっと気が早いみたい。学校から連絡があって、もう少し家で待っててくださいだって。入学に必要な大切なものがまだ届いていなかったらしいの。あら、当日届いてないってかなり心配なのくないこれ。お、チャイムの台が来たぞ。あら、ちょうど来たんじゃない、アズマックス出てちょうだい。いやー、親からアズマックス呼びされるっていうのなかなか新鮮ってか絶対ないと思う。お、あ、嘘、こっち開ける前に入ってきた。あ、ごめんください、あなたがアズマックスさんですね。入学案内が遅れてしまい申し訳ありません。おっと、自己紹介がまでしたね。グレープアカデミー校長クラベルと申します。おー、クラベル校長、いや、やっぱね、ほらグレープアカデミーだからね、もうバイオレットてかもう結構青っぽいね衣装。校長先生自らいらっしゃったんですね。確かに校長自らね家を回るってなかなかないですよね。アカデミーの不手際は全て私の責任ですので。わ、すごい、一番トップが自らね現場に赴くってなかなか、あれかな、グレープアカデミーってホワイトな職場てかまあホワイトな学校なのかな。こちら入学案内と校内施設の資料です。おー、あ、すごい、わざわざすみません、せっかくなのでぜひお茶でも飲んでいってください。いえいえ、本当にお構いなく。アズマックス、ママ校長先生とお話があるから自分の部屋に戻って学校の準備してらっしゃい。バッグと帽子は必要よね。あれか、さっきあったやつか。さあさあこちらへどうぞ。あ、待って、読み間違えた。それではお言葉に甘えてね、うちも結構ねこういうことをやろうかねするときね、今ほらコロナがあるからだいぶねこういう風にお茶飲んだりしちゃいけないよって企業けどね、パルジア地方はねやっぱゲームだからないのかな。てか何話してるかね、これ何話してるかさ、これ実際さ、まあ家庭訪問みたいな感じだけどめちゃくちゃ気になるくない、ここでさ話してるの。で僕だけさ、なんか子供だけあっち行ってなさいとか言ってさ、親となんか先生が話してるのですっごくなんかさ聞き耳立てたりとかしない。僕はねあんまりすんなね、なんか僕だけ向こう行っててみたいなことなかったけど、一回だけで聞き耳立てたことある。まあでも意外とねそういう時ってねなんか深刻な話というなんか雑談が多いって感じなのかな。では早速聞いていきましょう。お部屋は2階ですか？私に構わずどうぞ。あー、話してる内容は話せないのかな、これ。ママ。言うかな、ママ。アズマックスは自分の部屋で学校準備してらっしゃい。あー、バッグと帽子を忘れずにね。あー、これあれだ。話してる内容言わないタイプだ。うわー。まあ、仕方ないんで。ちょっと2階ね、行きましょう。
え、でもこれね、走れないのかな。ちょっと実はね、このね、アズマックスのやつ今ね最初からやってるんですけど、これの前ねショート動画でほら何本か上げたんですけど、あれの時はねこれの前に別のアカウント作って、それでまあプレイして、また消してをねちょっと繰り返して、まあ今回は5、3キロ分の時かな確か消して、以外はね一応スイッチって複数アカウント入れれるからそっちでね残してるんですけど、ストーリーはねまあちょっと冒険とかの関係少しだけ進めて、残りはねほとんどもうあれから 90% くらいは手付かずな状態にしてるんで、今回ねもう初めてになります。お、バッグと帽子を身につけようか。お、あ、これハイエ、あ、これちょっと待って、みんな結構さこれでハイ押すけど、ちょっと引用してみよう。あら、あ、何も起きないんだ。ちょっともう行きましょう。じゃあはい、じゃあはいと。おお、あ、帽子かぶるとそうなるんだ。体験心得、 X ボタンでメニューメインメニューが開きます。メインメニューでレポートを選ぶと、これまでの冒険を記憶できます。バッグの中にある大切なものから体験心得を開くと、冒険のヒントをもう一度確認することができます。あれか、毎回あれチュートリアル的なやつか。あ、レポート、あ、なるほどね。で、レポートと設定とバッグか。あ、何も入ってないんだ。あ、体験心得が入ってて、以外は何も入ってないみたいだね。じゃちょっとね下を置いていってみましょう。で、ママとクラベル先生のね密談を盗み聞いてみようと思います。さあ、あー待って、あ、気づかれた、うわー、気づかれちゃったか。あ、アラン準備バッチ決まってるわね。気づかれちゃいました。あ、誰が見ても立派な我が校の生徒です。おお、おっと、私としたことが、一番大切なものをアズマックスさんに渡すのをうっかりしていました。いや、これこのままいたら大変なことになってたね。ここではなんですので、お外へ参りましょうか。お、何がもらえるんだろう。大切なものって何かしら。お外へ出てみましょうよ。お、じゃあ早速ね外出てみようと思います。バルデア地方への第一歩。何がもらえんの。ポケモンたちよ、出てきてください。お、ここで御三家か。今回校長からなんだね。わあ、かわいい。入学する生徒にはポケモンを渡す決まりでして、3匹の中からパートナーとなるポケモンを1匹選んでもらいます。草猫ポケモンのニャオハさん、はにゃーって言う。このワニポケモンのホゲータさん、ホゲワーって。コガモポケモンのクワッサン、クワブル、なんか早いな、クラベルって言ってるみたい、クワブルってね。皆さんとても人懐っこくて私のそばを離れないんですよ。ちょっと待って、行ったそばから離れてるやん。おや、ふむ、校長よりもアズマックスさんが気になるようです。ちょっと待って、さっき言ったことも、この子たち秒で裏切ってるじゃん。私のそばから離れないでくださいって言ってから、ま、洗濯を見守りたいですが、そうそう、次のお宅に向かわないと。校長先生忙しいな。あちらのお家、お家にいますので、じっくり考えて決まったら伝えに来てください。それではまた後ほど、失礼いたします。とっても礼儀正しい校長先生だったわね。みんな素敵だけど一匹選ばないといけないんだ。せっかくなんだし、この子たちと一緒に歩いて
様子を見てみるのはどう？ポケモンのこといっぱいわかるかも。それとママから入学祝い、お出かけするのは持っていきなさい。お、アズマックスはスマホロトムを手に入れた。おお、スマホだ、スマホゲット。アズマックスはスマホロトムを大切なものポケットにしまった。何々、ロトムというポケモンが入っている最新型のスマートフォン、便利なアプリを起動できる。新しいスマホ、説明書読むわね。道に迷った Y ボタン、マップが見えて便利みたいよ。大事に使ってね。いってらっしゃい。いやー、お、あー、早速、え、どの子選ぼうかな。お、さすが話しかけてみて。よいしょ。あ、どうだね、ついてくるのかな。あー、ついてきた。あー、かわいい。おお、あ、来た来た来た。あ、あ、おお、あ、どうしたの。お花の前で止まった。確かにアオハってね、結構なんかお花が好きみたいなね感じだったよね、 PV とかで。お、あ、クワス、あ、どこ行くの、クワス、どこ行くの、どこ行くの。お、海で眺めてるのかな。いやー、やっぱさ、御三家ってどの子も可愛いよね。やっぱあれかな、初心者向けだから怖いポケモンとか渡さないようにしてるのかな。お、お、どこ行く、どこ行く、どこ行くの、どこ行くの。なんかあれ、ビタクサイが、お、あ、小さじタウン、これ町の名前だ。あ、います。あ、違った違った、間違えた、ホゲータだ。お、お、びっくりした。お、走れるようになった。おー、来るのかな。おわーって、やったー、走れるようになった、わーい。よいしょ。お、なんか落ちた。あ、あ、これってもしかして毎回いる科学の力ってすげえおじさんだ。話が聞いてみよう。科学の力ってすげえ。通信すれば友達と最大4人で一緒に冒険できるんだと。そう、ここね、僕ね、一応確かあれかな、 XY、 あの第6世代からやってるんだけど、ここね、毎回その世代ごとにね、セリフ変わってるんですよね。科学の力ってすげえなとか。で、こっち前が、あ、前があれだ、家だ。うわー、てかすごい大きい家で、で、こっちが、お、冒険する道みたい。で、こっちはまだ早いんでね、ちょっとこっち行こうかな。来てるのかな。あ、来た来た。あー、あ、みんな来た、行くよーって。いや、これじゃ見えにくいか、ちょっと待ってね。じゃあね、よいしょ。お、てかすごい広いな。どんな人住んでんの。あ、来た。あれ、いなくなってる。お、あー、これちょっと大変なやつだな、やばいやつじゃん。あらー、うわー、もう思い通りに過ごしてる。あ、わあ、やっぱお花とか好きなんだ。あ、いた。ホゲータ。あ、あ、かわいい。お、いた。あ、かわいい。君がこの子たちの性能？あ、みんな来た。あ、木の実持ってる。ホゲータ。アズマックスさんはまだポケモン選んでないんですよ。お、来た。どの子は初めてのポケモンなんでしょう。あ、食べれないよ。いやー、なんか性格出てるよね。なんかホッケーってしてる。これあれよね、だいたい毎回さ、しっか
い物がなんかさ真ん中で、だいたいあるよね、まあ僕から見て画面から見て右側かな左側かなの方がさ、だいたいマイペースだ我が道を行くタイプで、だいたい右側がねちょっとなんかまあ抜けちゃってる子っていうか、まあちょっと一歩遅れるタイプの子よね。こんにちは、はじめましてだよね。ずいぶんお早い到着ですね。先生、もしかして今日からアカデミーに転入されるアズマックスさんです。やっぱりそうなんだ、向こうのお家のご近所さん、どんな子が引っ越してきたかすっごく気になってたんだ。私はでも普段は学校の寮にいるけど、ご近所同士仲良くしよう。お、ここで入った。お腹の底からいい返事、これからよろしくね。すっごいさ、ネモさんってだからスタイルすごくいいよね。ネモさんは我が校の生徒会長でチャンピオンランクの凄腕トレーナーなんですよ。これさ、僕思ったんだけど、あれよね、前作もさ自分の家の隣のさ家がチャンピオンの家だったよね。今回これ2作品連続を一緒なんだ。ガラルもポケモン勝負大好き、さ早くやろう。待って、戦う前、ま、もうあれじゃん、ポケモンゲットする前からもう戦おうって言ったんじゃん。同じクラスの仲間同士ゆっくりと交流を深めてくださいね。あ、同級生なんだ。あれか、ってこと待って、同じクラスってこと、あれクラスメートがチャンピオン、すごいなこれ。すごくない？だってさ、これ他の地方で言うとさ、まあちょっと例えるとさ、主人公の学校の同じクラスにダンデがいるようなもんでしょ。すごいなこれ。同級生なんだ、ポケモン勝負やり放題って。それではアズマックスさん、あなたがパートナーにしたいポケモンは決まりましたか？もう僕はね決めてるんですよ。一応ね一回ずつこの子たちをね選んできたんですけど、僕はもう決めてます。でもなちょっとみんな結構可愛かったからかな。あーね、でもねもうここはアズマックス迷わずいきます。ちなみにねこれ選んだ理由に関してはね、最終進化行った時にねちょっと実況の中で話そうかなと思います。じゃあこれからよろしくホゲータ。ホゲゲって炎タイプのホゲータ、熱い火花を散らしてどんな草でも焦がしちゃう炎タイプのホゲータさんでよろしいですか？じゃあね、はい、ホゲーニー。アズマックスはホゲータに決めた。ホゲータにニックネームをつけますか？僕ねこれね基本つけないんですけど、ちょっとこの子だけつけましょうかね。基本はね僕ねあんまつけないタイプなんですよ。うわ名前すごくないよな。どうしよう、名前はじゃあ決めた、命名ホゲタね。この子は今日からホゲタです。ホゲータのホゲタ。あ、よく考えたら伸ばし棒をなくしただけだ。これなんかさ、のんびりしたやつがちょっと伸びたっぽくない？お、来た。わ、でもこれね、仲良さそう。ホゲータさんもアズマックスさんを気に入ったみたいですね。よかった、気に入られた。これでさ、
相性最悪だったら嫌じゃない。ね、初めてのポケモン大切に育ててください。大切育てますよ。ポケモンはモンスターボールという道具に入れるのですよ。お、入った。アズマックス、ホケータを選ぶなんてさ、すっごく似合ってる。バランスもいいもんね。これバランスもいいってどういうことなんだ。クラベル先生、あ、間違えた。クラベル先生、私も一匹選んでいいですか。おや、ネモさんは入学時にポケモンをもらって、ま、いませんでしたか。はい、あの時は育てたいポケモンが別にいたので。ネモちゃんもらってなかったんだ。ってことはあれか、ここで主人公と足並み揃うのか。今アズマックスと一緒に新しい子を迎えたいです。お、なんと素敵な心掛けですね。ね、ぜひアズマックスさんと同じスタートラインから始めてみてください。やったー。アズマックスがホゲータな、私はこの子でよろしくね、ニャオハ。あ、相性悪い子選ぶんだ、ここで。はにゃおってね。まあ、でも確かにね、にゃおは女の子人気めっちゃ高そうよね。さてと、ポケモンも決まったことだし、早速勝負しなくっちゃ。北のビーチで待ってるから、準備できたらすぐ来てねて。ネモさんはポケモン勝負が大好きすぎますね。まさかの校長、ちょっとドン引きしてるこれ。ポケモンとの絆を深めるためにも、ぜひお相手してみてください。ネモと勝負をしよう。てかさ、この子だけ余ったよね。ネモさんがビーチでお待ちです。勝負をしてあげるといいです。じゃあビーチ向かいましょう。てかちょっと待って、その前にちょっと見てみよう。あ、この子オスなんだ。ホゲタ、ホゲタくんオスなんだね。ちなみにね、僕実は一番最初のほら、ショート動画を作った時の子たちなんですけど、基本的にホゲータ、元からね、その時点から僕ホゲータ選ぶって決めてて、僕実はホゲータ以外は全部メスなんですよ。ていうか実はヤオハに至っては、あれすごいことに、僕はあのね、あれ一発でメスの理想個体を引き当てたんで、実は厳選、ほらよく、あ、おいこっちだよって、あれね、厳選してないんですよ。厳選せずに結構ね、性格も確か悪くはなかったはず。確か素早さアップの性格だったかな、のメス個体が一発で手に入ったんで、実は本当にニャンハはね、厳選しなくて、カースはちょっと厳選したかな、あの時確か。お、ポケモンと一緒にいればダイヤモンがポケモントレーナー、私たちポケモントレーナーはポケモンを戦わせて強くするんだよ。アズマックス、勝負の準備はいい。めっちゃ簡単。いつもここね、はい、やんだよ、家をしてみよう。もう時代しちゃって、そうそう我慢できないよ。待って、ここに来るまで我慢できないって、あれね、相当好きなんだね。アズマックス、準備はいい。じゃあ次早押してみましょう。はい、やった、待ってました。今回の私のポケモンはネモさん。あ、校長来た。何アズマックスさんは初めてのポケモン勝負ですからね。あ、後ろからついてきてる、壊す。あはは、うっかりいつものポケモン繰り出しちゃうところでした。これ何気にさ、一発目からチャンピオンと戦うってことだよね。それさ、マジされたら鬼畜よね、ほんと。あ、それな、さっきの子のデビュー戦だ。お、あれか、さっきの子たち同士か。アズマックス、実りある勝負をしよう。お、来た。ポケモントレーナーのネモが勝負を仕掛けてきた。
ポケモントレーナーの、あ、ちょっとかけてみる。いけ、ポケた、ポケーって初めてのポケモン勝負、楽しんでほしいな。さあ、楽しんじゃいますよ、ポケモン勝負。タイヤタイヤミチケンシュ、あ、ヒノコ覚えてるんだ。じゃあ早速、ニャオハーネ、草タイプなんで、ヒノコいっちゃいます。相手情報、引っかく攻撃、ポケットヒノコ、効果抜群だ。炎は草に強い。そうそう、予習はバッチリだね。いやー、バッチリですよ。私だって一応ね、オメガルビアルファサファイアからずっとね、ポケモンはなんだかんだね、ウルトラサム以外追ってますからね。マネージャーの世代は1個はね、弥生してるんで、いや、とどめさせちゃおっかな。いけ、負けた、キノコ。はい、相手のニャオハのコノハ、わー、コノハ来たが、後悔ました。負けたのキノコ、よっしゃ、倒した。相手のニャオハは倒れた。あ、レベル上がった、来た。へえ、君やるね。賞金として300円ゲット。お、300円ゲット。初めての勝負で勝っちゃうなんて思ってた以上にすごい。絶対もっと強くなるよ。違う戦法も止めたいし、もう一回勝負しよう。すげえ。お、こっち来た。アズマックスさんもコゲートさんも疲れておいてですよ。あ、すいません、興奮しちゃってついつい。ごめんね、アズマックス、ほげた。いや、出ねえよってね。またやろうって。うん、やろう、絶対だよってね。さっき出会ったばかりなのに、もう仲良しさんですね。チャンピオンとしていろいろ教えてあげてください。これ初めてのバトルがチャンピオンってすごいよね。はーい、そうだ、アズマックス、ポケモン始めたばっかりってことはあのアプリ入れなきゃね。お、いやー、最新だね。スマホを持ってちょっといじらしてね。お、あ、ポケモン図鑑だ、開けるようになった。おお、ここでか。ポケモン図鑑には自分が捕まえたポケモンが自動で登録されるの。うわ、自動登録、うわー、めっちゃ楽そう。ポケモントレーナーな、チョウチェック、担任のジニア先生が作ったすごいアプリなんだ。そうか、てかあれなんだ、今回博士じゃないんだね。だからここまで来た博士が出ないのもなかなか珍しくない。私の時代は図鑑といえばノートに手書きでしたか。本当に頼もしい世の中です。図鑑を手書きって大変すぎ、想像もできないですよ。確かに手書きは絶対大変。でもアズマックスね、字めちゃくちゃ下手だから多分ね、とんでもない図鑑になりそう。だいぶ読めなさそうだそうでしょうね。しかし時代は変われど、ポケモンと出会う素晴らしさはいつの世でも色褪せません。出会いの勝ちだけあなたたちに大きな成長をもたらすでしょう。図鑑完成を目指してぜひ頑張ってくださいね。私はネモさんのご家族とお話がありますので、ネモさんにはアクツマックスさんをアカミデミーまでご案内してくださると助かるのですが、もちろん任せてください。キャリーしてますよ。おお、それではあなたは私と参りましょうか。プルッあ、いた、あー、けなげについてた、かわいい。勝負だけじゃなくて図鑑ももうちょっと頑張ろうかな。図鑑といえばアズマックスでまだ野生のポケモン捕まえたことないよね。学校行く前に教えてあげよう、私についてきて。わー、すごい。これはん、マイナスボタンを押すとスマホだと、ほうほうほう、なるほど。早速やってみましょう。おお、
あ、あれか、ニャオハとホゲータしか入ってないか。しょ。じゃあね、いっちゃおうと思います。こっからはね、結構ね、サクッていっちゃいましょう。多分ね、これパート1の中に入ってると思うんですけどね、多分ね、今多分40分くらいなってるかな。多分ね、すっごい長いことなってると思う。あ、なんだ、誰か話してる。あ、ママだ。あら、ズマックス。ネモちゃんと一緒に投稿するんだってね。そう、初デートするのなんつってね。もうこれデートよね。いやーすごいわ。アズマックスのことは私に任せてください。お、頼もしい。早速お友達ができたわね。学校のパンフレット読んだけど素敵な先生が勢ぞろい。役立つ施設も使い放題だって。ネモちゃんもいるし学園ライフ楽しくなりそう。今日から学校で寮生活だからしっかりご飯食べるのよ。これお小遣いと弁当大事に使ってちょうだい。アドマックスはサンドイッチを手に入れた。おー、弁当でサンドイッチってなかなか海外風よね。まあ僕もね、結構まあ親からねもらう弁当は結構サンドイッチだったことねありますからね。なんか昔思い出すなぁ。あとそうだわ、これも持っていきなさい。なんだ、傷薬を5個手に入れた。いやー痛せりつくせりだ。大事なパートナーが傷ついたら使ってあげて。これからお家を離れて初めて特殊の毎日が始まるわ。楽しいことも大変なこともいっぱい経験してらっしゃい。でもいつだって帰ってきてお休みしてもいいんだからね。いや、こういうお母さんいいよね。それじゃあ2人とも気をつけていってらっしゃい。アドボックスのお母様優しくていいね。ポケモンを捕まえるのを教えてあげるんだった。こっちこっちって。お、あ、レポート書いた。やばい、今ちょっとねチャプチャボードのやつが上に出てて見えなかった文字が。さあ科学のおじさんさんのとこを横にもらって、来た。なんて書いてあるか、小さじの小道。よいしょ。アズマックス、ここから小さじの小道。私たちの冒険が始まる道。おお。あ、黒豚いた。グルトンだっけね。町と違って道や草むらには野生物ポケモンがいるんだよ。近づくと戦うことになるけどホゲータと一緒なら大丈夫だね。うん、うちのホゲータがいるから大丈夫。そしてポケモンを捕まえるのに使うのがおなじみモンスターボールなの。いっぱい持ってるから分けてあげるね。モンスターボールを5個手に入れた。お、5個ゲット。野生のポケモンに投げて使い分けるボール。あ、できた。ブヒブヒ。もう豚やん鳴き声。え、もうこれポケモンじゃなくてただの豚じゃん。え、なになに、習うより慣れちゃえ。アズマックス戦ってみて。はーい、よし。こんばんは、豚の丸焼きだーって。おっ、じゃあ早速行きましょう。負けた、グルトンを丸焼きにしろってね。あ、え、こいつ黒焦げなのに生きてるよ。よし、もう一回火力を追加だ。
よし、こんがり焼けてきたらモンスターボールを投げて食べちゃえ、だっつってお、キッチュー、やったー、グートンを捕まえたぞ、グートンゲットだぜ、ね、グートンのデータがポケモン図鑑に登録されました。グルトンどうしよう、ちょっとそうだな、ニックネームはじゃあいやてかやっぱねつけないって言ったけどつけましょうかね、よいしょ、ここは僕ね、ちょっとね、もう今さっきのネタでいこうと思います。あ、待って、つけれないや、これ。行きました。命名食材食材ゲットこれからよろしくね、非常食。まあ最初で非常食つけようときはね、持ち伝えなかったからね、食材になりました。まあすごいすごい、まさに一発成功。私つく前のヘタピタがアズマックスに教えてもらおうかな。捕獲は失敗することもあるから、もうちょっと持ってた方がいいかも。お、モンスターボール10個ゲット。ポケモン弱らせて投げる、しっかり覚えておいてね。それじゃあ野生のポケモンを相手したり捕まえながら、あの灯台を目指そうか、上から私たちの学校が見えるんだ。灯台いいね。それじゃあ早速戦って、お話す、お、あ、回復してくれるんだ、あ、ネモちゃん回復できるんだ、これね初めて知った。確かに実は僕一番最初の時に適当にボタンを押してね、実はあのレッツゴーとかってあるじゃないですか、あれレッツゴーとかとか B ボタン関連とかを僕実は本当に見よう見まね全部覚えちゃって、結局ね教えてもらうタイミングの時にすでに知ってるって状態でやってたんですよ。おまだギャー、いや、おなんか当たった、え、なになに、あ、なんか毛玉みたいなの当たった、タマンチだ、タマンチだ、あー序盤虫か、受けた、キノコだ、あ、あ、死んだありゃりゃ しまった、いつものくせねお、あ、羽根っこだ、そうだね、ちょっとどうしようかな、え、2匹いるからな、え、ちょっとこっち行ってみよう、よーし、いろんなところを冒険じゃーって、あ、元気をかけた、うわー、助かるやつゲット、あ、巻き直し、巻き直しもゲット、あ、あ、来た、あ、パモだ、あのさっきの PV で出た子だ、いやね、よいしょ、いや、早速キノコ、あ、うわ、腕取られた、素早さ、
こ？いやどうしようかな。ポケモンが今2匹か。次だよ、体当たり。野生のポモは倒れた。あ、レベル上がった。受けた認証覚えた。あ、コフキムシだ。いやどうしよう。でもね、ビビオン系はねレベルアップが早いからね、序盤で役に立つけどね、序盤以外がなーって思うね。あ、モンスターボールゲット、落ちてた。あ、てかまたかなんか勝手に B ボタンのやつ入ってた。ちょっと待って、わ、おなんか見えた気がするけど、気のせいだったか。あ、戦闘だった。でもね、とりあえずちょっと序盤のためにもね、この子ゲットしようかなと思います。いけるこけた、体当たり。お、だいぶ効いてきた。コフキムキのデータが新しく図鑑に登録されました。あ、間違えた。あー仕方ないんでね、この子はねちょっともなしでね、行こうと思います。ちょっと待って、ちょっとボケーってしてる間にね、なんかアングルが大変なことになってた。じゃあね、いかんの、ちょっとね、今これ撮ってるのが深夜でね、ちょっとボケーとしながら撮ってるから。よいしょ。じゃあね、わっ、なんか止まった。なんだなんだ。お、アズマックス、ポケモンの捕獲は順調かね。どれどれ、アズマックスが救われたポケモンの数は、くきゃー、何今のって。おー、知らない鳴き声、強いポケモンいたりして、アズマックス、声の出るところを探してみよう。この辺危ない洞窟もあるから、そこには行かないように。スマホロトブの安全装置機能があるけど、崖には気をつけてる。安全機能ってなんだこれ。スマホロトブそんな機能あんのか。よいしょ。マップでエリアでは、あ、いろいろ書いたのね。あ、空飛ぶタクシー。よいしょ。さっき言ったセーフ。こっからかな？
何何ぐるるるるる。あ、デビルだ。で、倒れてるのがあれかな、ヤイドンかな。あきゃーうおっ、うわ、これ危ないな。ケインケイン、なんか子犬みたい、ほんとに今。あ、動ける、動き回るぞ、バーイバーイ。お、え、待って、グーグーできるの、えい、待って、おおおおおお、あら、あ、回るだけなんだ、今作回るだけなんだ、はい、目が回ってるところで助けに行きましょう。謎のポケモンは力なく倒れている、元気なものをあげようか。サンドイッチ、あ、開けてみよう。じゃあサンドイッチ以外食べたらさ、やばいよねこれ。まあ砂魔法堂とはちょっと食べそうやあるけど、機械っぽいし。あぎゃ、あ、食べた、ガクガツガツ、いやーかなりガッツリと食べるね。あギャース、あギャース、お、なんだなんだ、ねえこれさ、お、光った、おー、あギャースって、わ、かっこいい、これあれか、伝説ビアイドンか、うわー、かっこいいな。こっち見た、お、あ、待って、あ、洞窟の中入ってきちゃった、じゃあとりあえずですね、まず1本目はね、今日のところはここまでね、させていただきましょうかね。次はね、ここの続きからね、2本目にしていきます。ですので、ね、どうも皆様見てくださって、センキーです。ね、私は東草とりあえず、現在、チャンネル登録者1000人を、目指しております。ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価、ね、してくださったらありがたいです。それでは皆様、せーの、